もうどれくらい。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ミスター J さんご来店、金曜日の男、金曜日は楽しいぞ、ありがとうございます。シュリッと。はい、こんにちは、よろしくお願いします。金曜日です。はい、早速なんですけど、音出てないです。あ、それドンドンと。最近金曜日僕これ来させていただいて、はい、撮影させていただいて、はい、毎日なんか終わりのコーナーで使っていただいてますよね。まあ水曜日ぐらいに大体玉切れにはなるとは思うんですけど。長いんだもん、いっぺんにできないよ。あ、そうですか。はい、いらっしゃい、毎度。あ、いいですよ。ごめん。はいはい。それはもう回さないという話の気持ちが。テンションが。それはそうですよ。そんな。もう、俺はもう、エンターテイナーだから、回ってないと喋れないぞって、うん。なんかあれですよね、でも。AT さん、昨日だいぶ僕意識してたんじゃないですか、あれを見る限り。そういうわけじゃないですか。そうですね。やっぱり模範として、G 先生みたいに喋りたいなっていうところはあるんですけど。でも、ごめんなさい。編集がお上手だったのか、AT さんの、腕が上がったのかが、ちょっと僕は分かんないんですけど、すごくこう投資で喋ってるようにスムーズなトークね。はい、うん、AT さんだいぶ力つけてきたなと思って。そうですね、はい、やっぱりまあさすがですね。そうですね、賢いですね、やっぱ、はい、うん、そう思いました。いや、なんか、はい、あれ、こんな喋ったっけっていう感じだったですね。さすが AT さんですね。よかったですね、まあ、G さんに評価いただいて。いやいやいや、 AT さん嬉しいですね。違いますよ、僕、はい、ごめんなさい、本題入る前にいつも長くなっちゃうんですけど、はい、この間僕このムービーの中で、はい、それがごめんなさい、水曜日に流されたのか火曜日に使われたのか、ちょっとその辺記憶定かじゃないんですけど、はい、ゆうちゃんさんにちょっと会いたいです。あ、はいはいはい、ランディさんでしたっけ、ノーミさんでしたっけ、なんかさも僕がゆうちゃんさんにロックオンみたいなこと書かれてたんですよ、後から見たら。ランディさんだったかな。ランディさんですか、うん、なんかロックオンみたいなこと書かれてて、いや、そんなこと決してございません、僕は。もうそんなことなくてですね、ただ純粋な気持ちでゆうちゃんさん本当にいろいろご注文もいただいてますし、それこそネクサスさんの、はい、大ファンだということを伺ってますから、はい、そういったところで僕はお会いしたいなっていう発言をしたのに、うん、もうなんかロックオンだとかターゲットを絞ったなとか、ちょっと待ってくださいっていう感じでですね、そんな僕今までご了承したことなんて一回もないんですけど、はい、そんな感じでございまして。え、聞いてますよ、うん、スター半島のトップガンパイロットです。あ、もうロックオンはもう大人ものまだそのダースモールさんがよくおっしゃっていただけるんですけど、炎のセールスマンとか、はいはいはい、お営業マンとかって可愛いですよね、その方が。はい、そんなトップガンとかなんて、もう、でも僕自分が草野球チームを立ち上げた時に付けた名前が、はい、東海トップロードっていう名前付けたんですよ。似てるじゃないですか。はい。まあ、それはちょっと競馬から取ったんです。あ、トップロードっていうのは競馬なんですか？成田トップロードっていう馬がいてですね、は昔。はい。僕好きだったんですよ。なるほど。はい。で、まあ、東海で、ちょうどいいじゃないですか。東海でトップの道を行こうぜ、みたいな感じで。はい。ところで、さっき何の話をしてる時にお客さんが見えたんでしたっけ？はい。東海トップロード？いや、違いますよ。東海ネクサスさん？あ、ゆうちゃんさんじゃないの？あ、違うか。違いますよ。それその後だったんですよ。何の話してたんでしたっけ？なんか急に忘れちゃいました、ね。そうだよね。はい。何だったっけ？なんかそういう話してたんですけど、まあ編集でまた上手にやっといてください。うん、ゆうちゃんさんの話はその後だ。そう、後です、後です。後ですか？はい。後です。なんか喋ってたらお客さん見えたんですよ。あ、そうだそうだそうだ。はい。あ、違いますよ。わかりました。あれです。なんか僕って、なんか。あ、AT さんの話じゃない？AT さんの話と、うん、あと、なんか使われてますよねみたいな。あ、その、水曜日ぐらいで、また来た。あれ今日流行ってるね。お客さんだ。あ、いらっしゃい。毎度。ありがとうございます。いや、石原スポーツさんはもう大流行りですから、もう、お客さんが後を絶ちません。ダースボールさんすごいですよ。もう、僕が訪問してから、かれこれ2時間半ぐらいですけど、もう、お客さんすごいたくさん。3人ぐらいでしょ。いやー、もうびっくりしました。さすがでございます。なんかごめんなさい、話があちこち行ってるんですけど、うん、さ、ごめんなさい、お客さんさっき見えた時に、はい、審判の、ああ審判のお客さん、そうですそうです、はい、軟式の、そうですってことですか、 JSBB。 あの今も、まあ、AT さんの方が詳しいのかな、はい、今もあれですか、例えばアウトだったらヒズアウトとか、ヒズアウトです。あ、そういうことだったんですね、はい、ああ、じゃあ変わってないですか、ヒズアウト。はい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 、はい、うん、ハーフスイングで
振ってると Yes, he win ってやりますよね。それは私知識がないんで。ああ、ですか。で振ってないと No, he didn't go ってやらないといけないんですよ。へえ、はい、それは僕はあの審判部に属してる時にで、あの Yes, he win とより、うん、No, he didn't go の方がちょっと響きがいいじゃないですか、うん、だからちょっとどうかなみたいなのは No, he didn't go ってやった方がちょっとお礼に注目しろよ。なんかそれってレリゴーみたいな響きってこと。いやいや、わかりますって。いや、まあですけどそんな感じでしたね、うん、大変なんですよ審判。僕審判部にも入ってたんですけど、うん、あの借り出されて、うん、で県大会とかの審判に行ったりしてたんですけど、ね、何級審判員でした？え、別に何級もなかった。1級2級とかあります？いやいやいや、そんなないです、ないです。これでもあのただのあれの話ですから。え、あれですよ、はい、自分のテレビの外に、はい、なんていうの、派遣される、派遣審判員は一級持ってないとダメとかいろいろ。あ、でもなんか講習会でやらされましたね、そういえば。うん、はい。一級なの？いや、知りません。そこまで全然覚えてないですけど、ね、もう全然もう今やってないので、うん、大変でしたね。やっぱ、人のプレーを裁くっていうのは大変なことだなと思います。だから、河野さん、はい、審判。まあ、ソフトボール。JSA ですよね。第一種あ審判員、プロもできるっていう。アマチュアって、結局あの例えば見逃し三振の時とかに、はい、ストライク1ストライク2でストライク3で終わらないといけないんですけど、はい、まあプロとかだとなんかちょっとこう決めポーズとかが入っちゃうじゃないですか。余計なことをやるんですけど、はい、河野さんもやってるんですかね。いやアマチュアだから。あ、でもそうか、女子プロ、はい、プロじゃないから、ね、実業団の女子の時はどうなんだろうね。はい、すいません、これ僕提案なんですけど、はい、河野さんの見逃し三振の時のポーズを募集したらどうですか。あのストライク3 の, あのバッターアウトの時の そうですそうですそうです。へえ、はい、であのプロ野球でも、うんうん、あまり僕ちょっと望んではいないんですけど、とある方は6イニング目だけストライクをこうやってやる人がいたりとか。え、そうなの。そうです、それまでは普通にこうやってやってるんですけど、6回になったら突然こうやって上にやる6回限定パフォーマンスって我々ファンの中では呼んでるんですけど、7回じゃなくて6回なの。6回だけなんです。ほで、あの甲子園球場で、はい、あの雨が降ると、うん、すぐノーゲームに仕上がるんです。はい、前言ってた、もう僕去年それ2回やられましたから。こっちは阪神タイガース出身の人だったっけ。そうですそうです、なんとかっていうね。そうです、なんとかって言わないけど、はい、もうそういうことなんです、うん、まあヒントはでも分かってたね。ね、6回でそんなんで、はい、ピー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 があるんで何言ってもいいんですけど、あんなこと言ってるよ。いやいや、でまあそういうのとか、だから河野さんの限定パフォーマンスを募集したらどうですか。大きなお世話だよって怒られたらどうですか。いやいや、河野さんはそんな小さい方じゃないです。むしろ皆さんから公募があって、こういうのどうですか河野さん、よしこれで採用だっていう感じになると思いますよ。またそれ何、はい、実は見に行くの河野さんの審判ぶりをですか。そう、東海ネクサさんの見学の後は河野さんの審判の試合。いや、東海ネクサさんの見学楽しかったですね、うん、ありがとうございました、チャンスいただきまして、うん、はい、なんかだいぶハッスルされて筋肉痛だとか。あ、はい、あのすごいですね、ゆうちゃんさんの方がお詳しいと思うんですけど、僕全然当日まで存じ上げなかったんですけど。そうですね、なんですかね、そのファンクラブの方。あ、はいはいはい、あ、まあ僕ごめんなさい、僕ファンクラブのその体験っていう形で行かさせていただいたんですけど、まあ業者ですから。グラウンドに入らさせていただけるんですね。そうです、ファンの方 ね、 特権ですね。で、なんかその定位センターとかレフトライトとかも、とにかく定位置よりも奥、球に当たらないところでこうボール拾いができるっていう、ね、うん、たまに選手が間近走ってくるんですよ、うんうんうん、おー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 おおとか思いながらですね、はい、はい、ついついでも頑張ってとかって言っちゃいたくなりますね。あ、でもただ他のファンの方の手前我慢しましたけれども。そうですね、うんうん、急に新顔が来たのに、なんだなんか親しげだぞっていうね、はい、帰り車壊れて帰らないとダメだからね、はい、そうですね。ですけど我慢しないと、うん、AKB とか SKE とかあるじゃないですか、うんうん、あの方々のファンと同じようにですね、はい、こうなんか掟みたいなのがあるんじゃないですか。あ、ファンの同士で。そうですそうですそうです。あるのかな。あの僕はその掟がそのボールを回収した後に、うん、そのカゴに僕むっちゃボールたくさん詰め込んだんですけど、はい、ダイヤモンドの中まで持ってきたいじゃないですか、はいはいはい、あのよかれと思ってですよ、うんうん、ですけどあれダイヤモンドの中に入ったら俺おきてに反するのかなとか思ったりしてですね。それは、まあ、あですいません、僕ってこれあのと渡したいんですけどダイヤモンドの中入っちゃダメなんですよねみたいなことを言った一幕もありました。どうでした。あ、でそしたらあの、まあ、心優しいキャプテンが、はい、
何をおっしゃってるんですか、もうそんな拾っていただいてるのにもう、いいです大丈夫ですよとかっておっしゃってくれたんですけど、やっぱりでそれ何、はい、芝生の切れ目でこうやって言ってたの。いやいや、全部オール土のグラウンドだったんですけど、一応ダイヤモンドの外でこれってどうすればいいですかみたいな感じだったんですけど、そう掟だと思ってたんで、はい、そしたらいいですよって言ったんで、まあ、マウンドの辺まで持ってったっていう、そういう、そっか、だから、まあ、ゆうちゃんさんすいません、まあ、かなり間近でね、はい、選手とね、ありがとうございますなんて言われちゃって、はい、大丈夫大丈夫、ちょくちょく自慢入れてくるんで、まあ、でごめんなさい、で河野さん限定パフォーマンスの話 で僕はでもそんなことを考えれる術はないので、うん、河野さんのためにできることといったら、うん、It's your pay or my pay or...なんかあるの？いやいや見えるかなと思って、はい、ネクサスカラー花ちゃんが見えるかな、こんな感じでいきましょうか、見えます？ネクサスカラーこうやってやっとけばいいですよ、もう撮ってますよね、見えます？ネクサスカラー花ちゃん見える、 OK です OK です、でちゃんとこうやりますか、はい、はい、まあ懐かしい話ですけどね、トップロードって結構字数が多いからユニオンも作りづらいね、はい、まあでも英語でトップロードと TOPROAD、ただ7文字ですから、あいいぐらいか、はい、7文字だから、はい、で結構なんかインパクトがあって、うん、はい、でそこでまた強いと結構いろいろフューチャーされるんで、うん、はい、だからでもユニフォームを、うん、注文受ける側とすると、はい、字数気になるよね、まあおっしゃるとおりですね、7文字8文字ぐらいだと一番綺麗に入るんだけど、うん、3文字4文字だとメッツみたいになっちゃうし、難しいです ね大きく入れると縦も大きくなっちゃうからね、書体もまた気にしますしね、そうそうそう、やっぱ 7,8 文字で考えていただくと、そうですね、あ、ね、なんすか、あ、なんかセールスしてますね、珍しいですね、いやいやいや恐れ入ります、高木さんと長話しすぎよ、あ、ゆうちゃんさんすいません、さっき高木さんが見えまして、東海ネクサスさんのことをちょっといろいろお話しさせていただきました、まあ、あれは俗に言うどうですか、トップ会談みたいな、なんか主導論とか監督論まで話が及んでて私はね口挟めない範囲だからね、難しいこと言ってたよ、なんか、そうですね、やっぱりちょっとこう目線がいろいろあるもんですからね、そうね、大変だったんですけど、うん、